ス森田グルメ番組で喫煙&食事拒否ヘライじゃ。私は全く知らんこのヒゲ面のとっちゃん、元 V6 森田剛45歳がグルメ&ドライブ番組飯ドラで飯を食わないという暴挙に。俺食べる、俺ちょっと食べ過ぎていい興味ないわお前がこれ食ってるどうする。うめえなこれ、おいしい、どうでもいいわ本当興味ないわ、お前が何食おうがどう思うが、どれが俺ちょっと食べ過ぎてるはい、この行為を見たスマートフラッシュさんが記事にして、これがネットで大炎上してるんですが、この V6 と言われる森田剛って人は現在俳優で大活躍してるんですが、俳優ゆえにいな、ジャニーズゆえにバラエティを軽視したのか、ニヒル、タバコ、ヒゲ、俺かっちょいいって思ってたのか、この人を知らない私から見て思ったことは知的レベルが低さって思いましたね。嘘ごめん、本当の印象で言えば食べ物に失礼、そんなやつがテレビ出るなって思いましたね。でもまあ本人もちゃんと反省してるって言っとります。飯をそんな食わないって、なんか仕事の時とかはもうなんか夜一食とかが多い。飯の部屋っていう名前ついてる番組許可出してくれましたね。そういうこと、だから食ってんの。飯とドライブで飯ドラっていう、あ今初めて気づいた、飯ドラってそういうことなのか、飯かってなってたよね。そうですよね、ちょっと反省してる。言っとりかよ。てかこの EXIT のピンク野郎、破天荒を売りにしてるなら大パイセンに飯食えって噛みつこうよ、つまんねえ。さてこの番組、満島真之介が頑張って撮影交渉を行い食事をするって背景で、この森田剛はアイスコーヒーだけを注文、飲み終わると即もう帰ろうと言っちゃう始末、店おすすめカレーにも手をつけない満島氏、必死に盛り上げるもちょっとタバコ吸ってきていいのしらきっぷりで、ちゃんと笑いを取っていたけど、邦画見ないテレビ見ない私にはこのおっさん誰って感じですが、調べたらなんと V6 とは V リーグにちなんで生まれたグループで、中国では勝利6人組と呼ばれていたそうな。ダサいって。てかかき氷とかも食べてたのに3口しか食べないし、興味喫煙とか仕事中に発言するなよ、お前のかっこええはそれか日本男、これがアミコーメディアに毒された人間の姿だ。真似するなよ。日本には過去男組っていう硬派な連中がいたんだが、その一人が安友のデブの方と結婚してたよ。It's time zone。 さて暇人代表ヤフコメミンがさぞお怒りだぞ。今回も番組に出演するまでグルメ番組という番組の趣旨自体を知らなかったそうです。いや知らんし、仕事に来てる時点で努力しろよ。まさかその内容でギャラもらってるのかな。俺相手が大御所だったらこんなことする、人見てやってるよね。2万7000いいね、まさにそれ。周り若いスタッフばっかりでバカにしてるよね。森田料理を作ってくれてるのは人間だぞ、感性死んでて可愛いじゃ。てかね、余談なんだけど、過去この番組に出演した志尊淳29歳は Hulu で全話予習してから出演したり、他にもベテランゆうすけサンタマリア、超ベテラン生瀬勝久、超ベテラン八嶋智人って人も過去必死にこの番組を盛り上げてたわけよ。そして V6 の意味はバリバー、ビクトリー、ビジュアル、バーサー、そしてベテラン、そうベテランを意味しており、デビュー当初からのベテラン扱いがこうさせたのか。さて森田の妻はあのエンタの神様サンタフェの宮沢理恵様だそうで、理恵様と個人事務所的なものを設立してて、仕事も結構自由なご様子、いくら批判されようと我が道を行く感じですな。ってことー。